あんたたち車持ってたよな。ああ、食材の仕入れを頼めないか。なんで俺が。まあシドさんだ。シド、うん、何でもいいからお使いをやらせろと。いろいろあって帰れないんだろう。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないが、持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。よう、調子はどうだ。何か食ってくか。栄養を偏らせんなよ。えっ、またじいじの試練か。シドも厳しいね。心配されているんだな。根性を叩き直してやるって感じか。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカ言え。そう簡単に騙されるもんかよ。オートで起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。あっ、コルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。面白いもん持ってんな。これのことか。うん、帝国のやつらと戦った時に拾った。おお、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。しっかり持ってきたな。任せな。これだ。後で感想を聞かせろよ。お、目が利くようになってきたな。じゃあこいつに合う部品を集めてきな。改造か。いいぜ。受け取った。あとは俺の腕を信じな。まだ使ってみろ。面白いぞ。暇してんのか。改造か。いいぜ。レガリアの答えシドニーに頼みな。休むか。シドだな。はい。ああ、やっと当たった。その声王子だろ。無事？俺Dの。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ、時間があったらガーディナに来て。ガーディナね。出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。さあな、どうだろうな。ま、いつかは戻ることになる。そうだな、すぐにとはいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってだな。返させるし。ああ、必ず。ここがシドの言っていた集落か。ハンターらしいやつが集まってるな。情報収集していこうよ。妙な遊びだな。ノクティス様、ご無事で何よりです。モリカ、他のやつは？警護隊はほぼオートで、イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンがレスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。将軍の指示で私はこの辺りの帝国の動きを監視しています。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。テネブライから取り寄せられたジールの花が各地で飾られています。オルチシに将軍の指示で私はこの辺りの帝国の動きを監視しています。またあったね。この辺を回るのかい？もしドッグタグを見つけたら届けてくれないか？その人、他の人に将軍とか呼ばれてね。なんでだろう、強いからかな。あれじゃない？王都警護隊の人。そうだ、あの格好王都人だ。警護隊って納得、戦い方が違ったもん。休む間もないよな。王と出てハンマーヘッド、王家の墓で休んでいる印象はないな。不死将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事でよかったよね、将軍。悪運強いって本当なんだな。ん？え？それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな、王子。あの腕は相当なもんだぜ。おい、いきなり突っ込む気か？じゃあどうしろって？後ろから奇襲しろ。お前ならできんだろ。あったよ。ああ、うまい。油断禁物ってね。手早く済ませよう。さっさと先に行こうぜ。ああ、墓に何の用があるんだろうな。歴代の王にまつわる何かだと思うが。行かなきゃわかんない。ほら、ついこれお墓か。いや、将軍はなかったか。将軍、ようやく来たな、王子。で、俺は何すればいいって？亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか？バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって、じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺は騙されたじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、秦王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ？墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。じゃあこれから行くのはキカトリーク塹壕跡。壕の奥に墓所の存在が確認されている。おとなしくしてもらおう。将軍、現役時代と変わんねえな。そんなことはない。ここでは昔、帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。嘘！また？見てろよ。イグリス、任せろ。じゃねえか。当然。マドロアマか。強さは銃の目よりも少し多く。まあまあ。将軍、あいつを倒したらなかなかの問題だ。あれ？銃が。力を見せてみる。どうだ。よし。将軍。頼んだパッド。さすがだ。年の差だけだ。すぐ追いつく。頼もしいな。任せて。やれ。無事か、プロンプト。どうも。大丈夫です。グラディオン、攻撃を出せ。あれ？テーブルから回りそうだ。みんなあとちょっと、こんなとこでやられないでよ。いや滑った。と、無事か、ノクティス。もちろん。将軍は問題ない。よし、しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もだ。受けてみよ。いいなだな。なんだ、しっかり歩けよ。王子、動向はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。将軍は帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。腕が鳴るぜ。了解、気をつけてな。よし、行こう。無茶すんなよ。見て、扉があるな。ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだが。暮らしてたの？戦火から逃れてかもしれない。今も誰か住んでたりするかな。お、なんだろう。コード、こっちに伸びてる。何とつながっているんだろうな。発電機？そうみたいだな。動くかな。エンジンかかっ、あっ、かかった。お、明かりがついたな。よかったよかった。あっ、何すまん、缶蹴っちまった。もうマジ心臓止まった。なんだ天井、ここで死にたくないな。長居するのはよそう。嫌だねその音。なんかあってそう。曲がり角からビビりすぎだ。今の見た？なんか走ってった。見えたか？いや確かめに行くか。すいません、誰かいますか？お邪魔します。死んだ人の霊がさ、確か。どうした？何かいんの？どうもからかわれてるみたいだな。なあ待って。なんだよ。準備する。俺が合図するから、1、2、3の3で開けよう。行くよ。1。ダメだ、鍵かかってる。聞いてます？おーい、関係ない感じと。悪い、よく聞いてなかった。今度は何？こっちから聞こえた？あれ？どうした？さっきは何もなかったのに。俺が指示を出す。短く頼む。あと難しいやつ勘弁。攻撃しろ。戦い慣れてきた。まあな。行こうぜ。しつこ。なんか潜んでそう。潜んでるっしょ。崩れないよね。さあな。あれ、ここって。うわあ。よっ。あ。危ねえ。ここまだ行ってないね。そうだな。行き止まりだ。こっちじゃないのかな。なんだ？ちょっと明かり。ノット。なんか指示ある？適当に頼む。わかんねえよ。ぼんやりしてる。よっ。危ねえだろ。ほっ。それ。うに。入って。全員無事だな。先行こうぜ。発電機止まったのかな。仕方ね、先に進もうぜ。ここも鍵かかってる。この先に何かありそうなんだよな。気になるな。あ、ここにも。そこで終わらない。頼む。いい感じだ。当然。てめえ。ほっ。よし、完璧。待って、何の音？なんもない。気味が悪いな。終わり。やべえやつのお出ましか。それ。ほっ。敵を見極めて、もっと気を。はい。こっちから行けそう。ドクターがいると楽できる。虫ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。楽しいな。しつこいやつは嫌われるぜ。ほらよっ。油断したな。大丈夫か？なんとか。あいつだいぶ弱ってきて、一気に片付けるぞ。頼んだ、ブロックだ。はい。当たれ。よっ。ナイスブロックだ。俺。終わった。あー、喉乾いた。腹減ったな。苦戦したからな。何あれ、なんだ。昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方。実際さ、使ってみてどう？うん、いろいろやれるようにはなったな。見え張って無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。何これ？どうした？なんか怪しくない？いかにも何かを封印している感じだな。ダメだ、開かねえよ。封印を解く鍵が必要なのかもしれないな。鍵？ RPG であるような全部の扉開けられるようなやつ？なんだそりゃ。力手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へ繋がる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。なんかヤバそうなやつか。あれを潰すとなると大仕事だぜ。俺たちにできんの？できると見越しての依頼だと思う。まずは話を聞いてみよう。だな。とりあえず集落に行くか。はい。将軍ってやっぱ強いんだね。敵にしたくねえよな。腹減ったわ。お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので、私もこの後そこへ移動します。準備ができ次第お越しください。まず晩飯を食べないとな。将軍。よし、俺準備オッケー。みんなは？俺まだ眠いな。モニ。二人とも親父の優秀な部下だぜ。オートにいたやつに会うってのはなんか心強えな。ほっ。ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。じゃあ行ってくるわ。おう、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。作戦の幅を狭める。まあそうかもしれない。せなければ仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも独りよがりにならないようにな。ノクト！将軍も無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルか。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。いい流れだった。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。では、いずれまた会おう。外の厳しさにも慣れちゃあきたが、世界は広いね。やることもたくさんある。ほんとまだまだこれからだな。ああ、やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナ・フレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捉えてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした？今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。へえ、湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ？ああ、そろそろ着くんじゃないか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の？ああ、熱をうまく動力にしているそうだな。なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドに寄るぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。電話？はい。もしもし。イリス。ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。あ、レスタルムな。待ってるね。イリスか。タグ、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん。ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。おお、楽しみ。いらっしゃいませ。どうも。どうも。また来てくださいね。おお、チョコボ。ベーソ品切れ。あいつに見せらんねえな。地味に落ち込むからな。ああ。お、サニアか。え、知り合い？前にハンマーヘッドで話をしたことがあってな。そういや、なんか話してたな。彼女の話聞いてみろよ。かなり野獣に詳しい。勉強になるぜ。なんだよ誰、このめっちゃくちゃ忙しい時に。おお、君たち誰だっけ？何、私なんかよ。あ、いや、つまり私の邪魔をしただけと。ああ、こりゃ実に問題だよ。この喪失した時間を補うにはと。あ、君たちさ、私の仕事手伝ってくれない？ほんと助かるよ。いや、手が足りなくてさ。じゃ、早速だけどカエル取ってきて。カエル。は？カエル？あ、今適当にそこらの取ってくりゃいいかって思ったでしょ。ダメダメ、楽は許さない。捕まえるのはレッドフロッグ、アルストの固有種だから。つまりそこを降りてけば見つかるよ。それじゃ私は仕事に戻るね。レッドフロッグ鮮度重視でよろしく。押し切られたって感じ。確かに勉強になりそうでもあったが、あいつと普通に話できたのか。まあ盛り上がったぜ。今日はがっつり食うぞ。クローズネストにようこそ。何か食べてくかい？あれよ、メニューだ。いけそうか？頼んだぞ。それじゃ頼んだぞ。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。チョコボ乗りてー。ああ、今普通に流したね。ノクト、早くレストルームに行かなくていいのか。俺の妹はあまり待たせるなよ。いや、みんなターゲット発見。とかに言っとくか。受けてみろ。今だ。手加減はしねえよ。くらえ。はいよ。俺はまだまだ働け。みんなかけました。俺よ。はい。ラジオ頼む。ノクト、フロントが危険だ。無茶すんなって言ったんだ。ごめん、俺も頑張るから。ほっ、行くよ。嬉しいな。任せて。間に合った。グラディオ。おいよ。エグルス。はっ。よっ。エグリス了解。どうだグラディオ、前を見ろ。ごめん。俺いや今だ。任せろ。プランプトしっかりやれよ。シドニーが見てるぞ。えシドニーどこ。騙されんなよ。いや俺ドクター任せろ。今だ任せろ。決まりだ。いや誰か俺がやる。くらえ。ナイスくらえよ。どうもよっノクト。分かってる。ノクト、うまいことやるじゃねえかよ。っほっよっエグリス任せろ。セリアデアセリアクソ。トロントオクトに手貸せ。分かった。すぐにプロント。はいよ。ぼんやりしグラディオよっ。ナイスグラディオ。そうか。どうしたイグニス。新しいレシピを思いついたぞ。へえ楽しみだな。いらっしゃい。苦労はしなかったか。調子はどうだい。間に合わないぞ。おっ、よし、行くぞ。行こうか。相当はじけてんな。そんなにチョコボが好きだったのか。すみません、チョコボ乗りたいんですけど。チョコボに？すまんが今は出せなくてな。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちも怖がっとるしな。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。今日は何の用だい。お兄さん方は変わりないかい。ここいらのことか。うちの名物だよ。大樹を頼めるかな。よろしく頼むよ。気をつけてな。そろそろ行くか。エガネス、もう行くぞ。すぐ行く。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのかあれ。ここまで来たならカーテスの大皿にも寄ってみないか。ああ、行ってみるか。よかった、神話の隕石を見てみたかったんだ。プロンプトやってけよ。あのね、チョコボ用ですから。いらっしゃい。はい、どうぞ。どうも、また来てくださいね。チョコボの餌じゃねえの？人間も食べられると聞いているが。おい、なんだこれ、デブよ。せめてデブチョコボって言って。ノクト、これ見てよ。どうした？ああ、ノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。受けてだってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。相変わらずスタイリッシュだな。別に普通だが。今日は何の用？飯でも食べていくか。飯か。何にする？少し待っててくれ。お、来た来た。また顔を見せてくれ。あっ。行くか。グラディオ、行くぞ。ああ、いや。なんだ。様子がおかしい。行くぞ。プロンプト参上だね。倒れんのなしだよ。もちろんそっちこそ。やっはっうりもらったされどの調子だノクト。あ行こうよ。おうわっ行くぞ。一緒に右目もやられてんだな。死角をつければ勝機はある。追いかけよう。気をつけた方がいい。奴は住処に向かっているはずだ。そっと後をつけて場所を特定しよう。了解。そっとな。お疲れさん。パパパンパンパンパパパパンパンパンパパパパン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 パパン。あ、なんかいつもと違うな。ボス戦をクリアしたということか。いや、君たちが退治してくれたんだろう。わかるよ。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん。君たちにならいつでも貸し出すよ。心配してたとこだ。無事でよかった。よかったな。おめでとう。やったー！早速乗ってみようよ、ノクト。いらっしゃいませ。ご利用ありがとうございました。あら、よし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 。あー、チョコボ超かわいい。準備はできているか？あっ、群れの横断だ。はあ、こんなにたくさんどこ行くんだろうね。一回ついて行ってみてえもんだな。ティスの大皿か。ねえノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？いいかもな。ああ、行こう行こう。徒歩？この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。撮りまーす。これは撮っておきたい写真だな。で準備はできているか？あ、よし行くか。エグリス、止めてくれ。分かった。気分転換にはなるな。今日は野宿ってことで。相変わらずスタイリッシュだな。別に普通だが。よく眠れた。テントなら足が伸ばせるしな。今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。ノクト、あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？ああ？じゃあ、俺？よーし、任せてよ。ノクト撮るわ。ああ、真に受けんなよ。何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。ちらっと見えたけど、あれは帝国軍か。うさされてるのか。どうやら気づかれたか。結構まずくない？やるしかねえか。くらえ！ほっ！よ、俺で満足だろう。ほっはぁやっやっこれならどうだ。容赦はしない。攻めるぞ。了解だ。ほらふっおりゃーよっはっとっふっそれ行くぞ。了解。ラッシュリラディオ頼む。頼んだプロンプト。当たれ。終わりか。スイッ容赦はしない。終わりか。受けてみろ。くらえ。これで全部だ。今のところはだな。援軍が現れる可能性もある。一旦引こう。行くぞ。うん。準備はできているか。引き返すかしかないね。イグニス、止めてくれ。分かった。ここからどうすんの？行くぞ。行こう。このトンネルすごい綺麗。どんな街なんだろうな。この街でかいな。久々の都会って感じだな。あっ、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。ここで降りるぞ。あっ、よし。何か買ってきた。どうも。ありがとうさん。あ、この辺で撮ろうぜ。いいね。ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。お、いい感じ。あ、これうまそう。うーわ、もうこれ絶対おいしいでしょ。これはキャンプでも作れそうだ。飲み物でも買うかな。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリュウエイホテルに泊まってるそうだ。嫁さん昇進だってすごいじゃないか。いや、熱海がもっと。よお兄ちゃん、一本食っていきな。ああ。どう？いける？うん、うまい。だろ？次からひいきにしてくれよな。最近地震多いけど、これは薬がないよな。ここ揺れた？地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。あ、と思ったけど。大丈夫？平気。治った。あ。エリス、みんな生きてる。足あるね。あるある。元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ。いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。では、そろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オートどんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのかね。なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。分かった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。ねえボスケ。ああ、あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ね、私たちも行こう。ああ、分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる？なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。これが工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。うん。ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。このお店私のお気に入りなんだ。ああ。こんな車乗ってみたいな。だな。ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。ううん喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと街で聞いたって話。分かった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。英子どうもな、タルコット。いいえ剣見つからなかったらごめんなさい。子供でもおじいさんでも知ってる話なんだそうです。ご分をお祈りしております。タルコットも町の人々とよく話をするようです。危険な場所じゃない？4人で平気なの？死骸には気をつけてね。洞窟にもいるんでしょ？